パレスティナでのコーヒータイムカフワア,アラビーアは、アラブ諸国で飲まれているコーヒーの総称。レバノンでは、カウイカフウィ、エジプトでは、アホアアフワと称する。入れ方は、トルココーヒーと同じく、コに引いたコーヒー豆を、イブリークと呼ばれる取っ手のついた、小さな鍋に入れ、水を注いで、何度か沸騰を繰り返した後小さなカップに入れて飲む。 イブリークという名前はアラビア語フスハーのアイブリックイブリークに由来し、もともと細口のポットを意味する。アラビア語ではエジプト島、カナカカナカ、レバノン、ロキーラクーイと呼ばれている。カフェで飲むほか、家庭で飲む場合は飲むつどコーヒー豆をいって聞くこともある。特にベドウィンにはこのような習慣が残っている。スーダンではコーヒー豆をいってからコーヒーを入れるまでの手順の 美しさが喜ばれるが、これは、エチオピアのコーヒーセレモニーの影響かもしれない。砂糖を入れ、カルダモンで風味をつけることが多い。イエメンでは、コーヒー豆の果肉と内科費のみをいったカフワキシュリーアと呼ばれるコーヒーも飲まれている。2015年、ベドウィンの来訪者に対して、アラビアコーヒーを振る舞う行為が、アラビックコーヒー、A シンボルオブジェネラシティとして、アラブ主長国連邦、 サウジアラビア・オマーン・カタールの共同申請により、ユネスコの無形文化遺産に登録された。ありがとうございます。